大江氏は、大江を、氏の名とする氏族。生は阿孫。日本の古代から、近世の貴族。源の平、藤原、橘と同じく生であり、苗字ではない。古代の氏族である恥氏が源流とされる。漢武天皇が即位十年となった、延暦九年に、遠赤関係にある恥もろかみらに、大江田の生を与えた。866年1月。 大枝恩人が姓を改め、大枝から大枝へと改正した。その理由は、枝が大きいと、本体である木の幹が折れることにもつながり不吉である、とのことであった。しかし、大枝姓は、幹武天皇より与えられたものであることから、全面的に変更するわけにもいかず、読み方はそのままで、漢字表記のみの変更に止めた。また、大枝には、大きな川のように末長く、 家が栄えるように、との意味があるという。大江氏には、優れた歌人や学者が多く、朝廷に重く用いられた。中古三十六河川と呼ばれる和歌の名人三十六戦に、大江氏から大江千里、大江正平、大江義時、女性では、泉式部、赤染江門らが選出されている。大江正平の彦に、平安時代屈指の学者であるとともに、 川内源氏の源義家に標法を教えたとされる大江正房がいる。11世紀には石管家の藤原氏を頂点とした家柄の序列が固定されており、大江氏は5位で地方の国史、中級内氏下級貴族であった。その一方、科学の学者でもあったので、文人貴族を排出することになる。1184年に、 川内源氏の統領の源の頼朝に仕えた大江広元は大江正房の孫であり、頼朝の派行を内政面で支える。頼朝が鎌倉幕府を開くと広元は幕府の中枢を上り詰め、広大な所領を得る。広元は子らに領地を分配したことから、武家の大江氏として毛利氏をはじめとする武家の祖となる。1221年上級の乱において、 京都市後の広本嫡男の大江近弘が失脚し、また1247年に広本四男の毛利希公が法事合戦で三浦安村に味方したために撃たれるが、広本次男の長井時弘の子孫は、鎌倉幕府の表情集、引き付け集などの養殖を務め、鎌倉幕府滅亡後も足利高氏側近として室町幕府中枢にあり、14世紀に伊達市に、 では国を板間軍長い層を奪われるまで勢力を保った。一文字サムスン大江広元の公演は各地方で武家として活躍した。その末裔に以下が挙げられる。また、君の四男、毛利教皇の子孫は秋国吉田所に定着し、その血統から戦国時代に中国地方の覇者となった戦国大名、毛利元成や豊臣政権の御大老。 毛利りてるもが出た。一文字に三つ星を加盟として、広し、元を通字とする家が多い。また、広元の兄、京犯の子孫は、宮廷官人として残り、室町時代後半からは北工事を称し、江戸時代は地下家として三屋を出した。このうち、代々倉人を務めた二屋は、江戸時代後期の降下四年十二月十七日土城下に、劣勢られた。大江氏。 ありがとうございます。